2017年5月2日火曜日、時刻は6時になりました。今日も夕刊 TV スタートです。お久しぶりですね。今日の担当は比嘉正也がお届けしていきます。よろしくお願いいたします。いやもうゴールデンウィークに入っていきますけども、本当に1年あっという間だなというふうに感じます。ね、こういうふうにして考えると1月は行く、2月は逃げる、3月は去るというふうに言われておりますけども、実は皆さん4月以降何というふうに言われているかご存知ですか？実は4月以降何もないそうです。ただね、1月2月3月というもので、この年始めで土台を作り、4月以降はその土台をもとに進んで1年を頑張っていくという、そういう意味が込められているそうですよ。私も今日知りました。そんな正也がお届けしていく夕刊 TV、6時半まで皆さんお付き合いよろしくお願いします。それでは早速参りましょう。今日の一番ニュースです。第14回沖縄ランナーズクラブ残波岬駅伝大会の話題、皆様にご紹介します。4月の30日に読谷村宇佐にございます残波岬公園で行われた、今年で第14回目を迎える沖縄ランナーズクラブ残波岬駅伝大会、今年で3回目を迎える我々 FM ウタンは中継を夕刊 TV、UTV で配信しておりましたけれどもね、その様子を皆さんにご覧になっていただきましょう。それでは早速ご覧ください、どうぞ。おはようございます。爽やかな風香る季節、ここに第14回残波岬駅伝大会を迎えることができました。各地からご参加いただきました皆さんと、今年も景勝地残波岬でお会いでき大変嬉しく思います。今大会は競技部門に9チーム、エンジョイ部門に148チーム、総勢157チームご参加いただきました。ありがとうございます。子どもから青年高齢者まで、そして県内トップアスリートも同じコースでチームのたすきをつなぎます。未来を担う子どもたちの夢が広がります。はい、そういったわけで、エンジョイ部門の方で優勝が決まりましたハムスターズさんの代表の方です。はい、こんにちは。ありがとうございます。お名前の方をちょっと教えてください。福地健太郎と言います。はい、読谷村出身です。はい、具志堅と言います。読谷村のジーマ出身です。はい、よろしくお願いします。優勝したということでおめでとうございます。ありがとうございます。はい、優勝の勝因は一体何だったんでしょうか？まあ、日頃からのトレーニングもありますからね。まあ適度な運動と、はい、やっぱ適度な読谷に対する愛と、あ、なるほど、適度ないいもの食事ですから。なるほど、紅芋をやっぱ食べないとね。いや僕はあんまり食べてないんですけど、読谷への愛が深かったからという。読谷の出身者で作ったチームなんで、やっぱりここは優勝しなければと思いまして、頑張ってこの1年間本当にね、読谷の歴史文化芋、別にそこは僕は抱えてないんですけど、競技部門でとあるチームがですね、優勝したということで、ちょっとまずは自己紹介がてらチーム名を教えてください。はい、小金森ランナーズです。おめでとうございます。優勝おめでとうございます。競技部門優勝ということでですね、ぶっちぎりの1位でおめでとうございます。優勝の要因は果たして何だったんでしょうか？チームはここだよ。平均値が高かった。平均値が高かった。前夜の最内区間賞。二つ目はこの荒垣親子、どこ行ったかな。この二人親子なんですよ。三つ目は社長と。師弟関係があると。なるほど。お前頑張れと。素晴らしい。三賞だと。あら。三賞取ればね。じゃあもうこれだけ要因があればもう優勝して当たり前だったと。なるほど。かっこいいチームです。あと10年ぐらい優勝しますね。素晴らしいですね。まあそういったわけでね、こうやって賑やかな小金森ランナーズさんが優勝されたということで優勝おめでとうございます。来年もザンバ岬駅伝の方で2連覇狙ってください。さあ今年も多くの方々がエントリーした第14回沖縄ランナーズクラブザンバ岬駅伝大会。さあ今年は157チームが参加、その参加人数が979名ということでね、本当にさまざまなチームのカラーのもと行われたザンバ岬駅伝大会でございます。さあ先ほど動画で皆さんにご覧になっていただいたのは競技部門とエンジョイ部門の優勝チームの方々のコメントでしたけれども、改めて各部門の順位を皆様にご紹介していきましょう。競技部門第1位が小金森ランナーズの皆さんです。第2位が宜野湾陸友会、第3位に浦添ピンキリランナーズの皆さんが競技部門を制覇しております。続いてエンジョイ部門、第1位がハムスターズ A チーム、第2位に宜野湾陸友会 A チーム、こちらも宜野湾陸友会の皆さんですね。そしてエンジョイ部門の第3位が北部長距離クラブの皆さんという結果になっております。毎年ね、多くの皆さんがエントリーするこのザンバ岬駅伝大会、来年もやります。FM ユータのホームページから今年のこのランナーズクラブ駅伝大会の様子を見ることができますので、ぜひ FM ユータのホームページでもチェックしてみてくださいね。今日の一番ニュースでした。You come TP。琉球新報先読みコーナー。このコーナーは琉球新報の提供でお送りします。まずは本部町からの話題です。ヤギパーク人気。本部町具志堅の電空の駅ハーソー公園で4月28日電空ヤギパークがオープンしたそうです。オープンを記念してセレモニーには関係者や地元の子どもたち約60人が参加。ヤギパークではヤギの餌やりや乳搾りを体験できるそうです。セレモニーの後、本部町の風の輪保育園の子どもたち16人がヤギの乳搾りを体験したそうです。搾りたてのミルクを子ヤギに飲ませたタカラのぞみちゃん4歳は、お母さんと来た時にヤギしか見たことがなかったけど楽しかったと感想を述べたそうです。このヤギパーク、ゴールデンウィーク期間の7日までは乳搾りが1回500円で体験できるそうです。ヤギパークのヤギは放牧しており、運動量も多く元気に走り回っているのが他の地域のヤギとは違う魅力だそうですよ。とても気になります。ヤギパークでは無料でヤギたちと触れ合える、またブースも設けており、電空の駅ハーソー公園ではゴールデンウィーク期間中ヤギ汁やヤギ刺しのほかヤギバーガーなどの各種ヤギ料理を楽しめるそうです。ぜひゴールデンウィークの、計画に入れてみてはいかがでしょうか。さあこちらの話題ですね。続いては浦添からの話題です。浦添警察署は4月27日浦添警察署前で浦添幼稚園の園児106人を招いて鯉のぼりの階段アート作戦および掲揚式を開いたそうです。園児の元気いっぱいな歌声とともに鯉のぼりが挙げられ、浦添署の正面玄関の階段を利用して鯉のぼり階段アートも披露されたそうですよ。それにあたり浦添警察署の崎原署長と職員による歌のプレゼント、園児たちに歌のプレゼントもあったそうです。もうゴールデンウィーク真っ只中、至る所で鯉のぼりが挙げられておりますけども、浦添署でも階段アート鯉のぼりが見れるそうですよ。皆さんぜひチェックしてみてください。最後にこちら、伊江島からの話題です。第22回伊江島ゆり祭りが開催されている伊江島のリリーフィールド公園では純白の鉄砲ゆりと約90種類の世界のゆりが見頃を迎えているそうです。連日多くの観光客や家族連れが訪れている伊江島ゆり祭り、海上は甘い香りが漂い、青い海と約100万輪の真っ白い鉄砲ユリのコントラストが映えているそうです。連休中は多彩なステージイベントも予定されており、園内で乗馬の体験もできるそうですよ。詳しくは伊江島ゆりまつり実行委員会 0980-49-2906 0980-49-2906 までお問い合わせください。いいですね、伊江島。フェリーを使って日帰りもできますからね、ぜひ皆さん、実行委員会に問い合わせるか、もしくはホームページでご確認ください。琉球新報先読みコーナー。このコーナーは琉球新報の提供でお送りしました。夕刊 TV いやささ夕刊読みラジ。さあ、今日の読みラジの話題はこちらです。体験王国紫村ゴールデンウィークミニミニ運動会の話題、皆様にご紹介していきましょう。さあ、今日の朝の観光情報番組「読谷ラジオ」、私が担当しましたけども、その観光情報番組「読谷ラジオ」の中でもご紹介しました。毎年ね、多くの方々が参加するミニミニ運動会、どういう内容になっているのか、詳しくはこちらをご覧ください。どうぞ。こんにちは、体験王国紫村又吉と申します。今日は紫村のゴールデンウィークの紹介に来ました。なんと、じゃん、今回紫村ではワンコイン体験とミニミニ運動会を開催します。期間は5月の3日、4日、5日になります。ワンコイン体験は500円で手軽にできる体験なんですが、この期間中だけしかできない体験内容となっております。そしてもう一つ、昨年大好評だったミニミニ運動会を今年も開催します。4名1チームでの参加になりますので、ぜひご家族、ご友人揃ってご応募ください。こちらは当日受付になります。それでは紫村で待ってます。はい、ちょっと質問なんですけど、はい、ゴールデンウィーク紫村ミニミニ運動会という、はい、とっても気になる、ものなんですけど、どういった内容になってますか？はい、ですね、ミニミニなので、そんなに大した運動会じゃないというか、気軽に参加できる運動会なんですが、去年も行いました紅芋タルト食い競争で、万歩計競争で、今年はですね、後ろ向きリレーと宅急便リレーの4種目チーム戦で参加となっております。4名1組でチームということで、はい、そうですね、FM さんでもちょっと参加したいんですけど、そうですね、気軽にできるということですね。そうですね、お子様だけでの参加がちょっとできないんですが、ただお子様4名に応援団として保護者の方が来てくれれば大丈夫です。もちろん職場の仲間でも全然いいので、こういう時にね、一緒に汗を流して思い出作りいかがでしょうか。はい、あと一つ、ワンコイン体験ということなんですけど、はい、こちらはどういった、内容を。はい、これですね、ちょっと私個人的な意見で企画したものでして、紫村体験101種類あるんですが、料金も内容も様々でして、選ぶのに時間がかかったりっていう中から、この体験ですね、ほとんどが30分ぐらいで終われる体験で、なんとこの時だけのために企画してもらった、例えばですね、押し花のキーホルダー作りとか、あと瓶型のしおり体験などですね、沖縄伝統工芸からアクセサリー作りまでいろいろな種類があります。で、今回ですね、ちょっと私個人的に気になるのが、お気軽乗馬体験といって、お馬さんに乗る体験ができます。こちらですね、だいたい 2,3 歳ぐらいのお子様から乗ることができるので、この機会にお馬さんと触れてみませんかっていう感じです。はい、でこれとは別にまたね、ユーフルとか。そうですね、いつものというか、ユーフルでレストラン待機、武家屋敷、ジャナ亭も通常営業です。そしてこの3日間期間中はですね、園内にカフェ、ランタンカフェですね、もうオープン予定となっております。はい、では最後に紫村の、詳細など、電話番号、はい、場所などよろしくお願いします。はい、体験王国紫村、元琉球の風のオープンセットだった場所になります。で、場所はですね、読谷村高志保という場所です。問い合わせ先が電話番号ですね、098-958-1111、こちら代表番号となっておりますので、道順などわからないことあればお気軽にご連絡ください。最後に、運動会とワンコインとは別にまた入場料金がかかる。そうですね、入園料金が大人600円、中高生500円、小学生400円、小学生未満のお子様無料なんですが、今回特別に F 読み読みたんに遊びに来てくれた方にはお得なチラシも用意してますので、まあ、内容は来てからのお楽しみということで、はい、わかりました。じゃあ最後にまどかさん、じゃあ最後に見てる方にメッセージをよろしくお願いします。はい、紫村のゴールデンウィークですね、思い出作りもできますし汗も流せます。この機会にね、家族の思い出作り、職場仲間での思い出作りにいかがでしょうか。紫村で待ってます。ゴールデンウィーク紫村ミニミニ運動会、明日3日4日5日この3日間限定で行われるということで、スタッフの又吉まどかさんコメントいただきました。ありがとうございます。さあ、まどかさんのコメントの中にもありましたけども、 FM みたいにこのタイトル王国紫村、ゴールデンウィークの、運動会のチラシが置いてます。この運動会のチラシにですね、小学生無料券がついておりますね。入園料がかかってしまいますけども、このチラシを持っていくと小学生は無料となっておりますからね、ぜひ、紫村に行く際には FM ターンに一度立ち寄ってこのチラシを受け取って運動会に参加した方がお得になりますのでね、ぜひ皆さん参考にしてください。いい思い出残してください。体験王国紫村は体験王国紫村サテライトスタジオで観光情報番組「読谷ラジオ」も毎日放送してます。明日もやります、聞いてね。以上、夕刊読みラジでした。夕刊 TV FM 読みたんインフォメーション。さあ、まず最初にこちらの話題です。読谷村大湾にありますシナジースクエア、明日5月3日 FM 読みたん特別番組お出かけ放送をいたします。さあ、明日5月3日水曜日、FM 読みたんお出かけ放送、オンエア時間は午前11時から午後1時までの2時間となってますよ。5月3日は明日ですね。ぜひ国道58号にあるシナジースクエアにぜひ皆さん足を運んでくださいね。お出かけ放送やっちゃいますよ。この様子はラジオとインターネットテレビでも放送しますのでチェックしてみてください。そしてそれと同時にシナジースクエア、こちら1周年を迎えるということで、なんと明日5月3日このシナジースクエア内で使える5000円券が20名に当たるビッグなプレゼントもあります。応募方法としましては、シナジースクエアと LINE でつながって、友達になるだけでこの応募資格があるということでございます。詳しくは LINE でシナジースクエアと検索して、はい、こちらから登録してね、明日会場に足を運んでくださいね。明日5000円相当の、食事券が20名に当たる、まあ、抽選会もあるのでね、ぜひ、このイベントと一緒に楽しんでいただきたいと思います。さあ、続いてはこちらです。スポンサー情報です。株式会社盛岡小売浪平給油所の話題、皆様にご紹介していきます。浪平給油所では安心車検キャンペーンを開催中です。見積もり無料、通常価格よりもお安くなっています。さらにお得なクーポン、商品プレゼントや割引、台車無料などの特典もついてきます。そして同時にスタッフを大募集、フリーターさん、学生さん大歓迎、時間帯も相談に乗ります。週末祝祭日だけでも OK です。安心して働けるアットホームなガソリンスタンド浪平給油所、詳しくは電話 098-958-2686、 浪平給油所電話 098-958-2686 までお問い合わせください。以上、 FM 読みたんインフォメーションお届けしました。夕刊 TP とことん読みとんしっとこ読みたんです。まず最初にこちらから、そんない情報、認知症高齢者安全支援協定締結式、こちらを皆さんにご紹介していきましょう。近年全国的に認知症高齢者の行方不明者が、ね、増加傾向にあるということで、嘉手納市においても読谷村との協議を重ね、今回の締結式に至ったということで、我々、取材に行ってまいりました。詳しくはこちらご覧ください。どうぞ。認知症高齢者等の、見守り及び安全支援に関する協定書ということですね。今回所轄の嘉手納警察署と読谷村、このように協定を交わすことができました。これはもうすでに沖縄県と県警本部とですね、締結をしているということでございますので、ぜひですね、一番の住民に一番近いですね、行政である村とですね、警察署がこのようにやるということで、より一層ですね、見守り及び安全支援にですね、充実が図れるようにしたいと思います。認知症高齢者につきましては、全国的にも行方不明になる事案が増加していることと、あと警察や行政機関で、認知症高齢者を保護した時でもなかなか、身元を特定することができない、家族の方にお返しすることができないという事案が、全国でも発生してまして、社会問題となっているところであります。で、神奈川警察署管内でも、去年1年間で、19件の高齢者の方を発見保護しております。認知症高齢者などの見守り及び安全支援に関する協定締結式が4月28日読谷村役場で行われたということで、それを皆さんにご覧になっていただきました。さあ、警察と行政一つになってね、その予防に、いろんな方々のね、そのサポートができればいいなというふうに思います。さあ、続いてはこちらです。スポーツ情報です。7人制ラグビー、男子7人制ラグビーキャンプイン読谷の話題、皆様にご紹介していきましょう。さあ、ラグビーといえばもう読谷村と言ってもいいぐらいですね、そのラグビー熱がすごいある読谷村でございます。さあ、今回は全日本男子7人制ラグビーの皆さんがなんとここ読谷村でキャンプということでね、こちらも取材に行ってまいりましたので、こちらご覧ください。どうぞ。はい、最後数曜中からびら。グッドモーニングエブリバディ。22日、23日の北九州での、セブンスの大会で勝ってきました。新調しました。帽子も、ポロシャツもですね。ようこそ、男子セブンスですね。2回目ということで、衝撃的な、オリンピックでのですね、大活躍から、今回は2020年を、見据えてですね、メンバーも聞きますと、読谷に来たのは過去に来たのは2人ということですね。あとみんなメンバー入れ替わっているということでございますが、監督含めですね、ヘッドコーチ含め、ぜひ読谷でですね、たくさんトレーニングしてアクセルを十分付加してですね、鍛えて、また、スローダウンする時なんですね、読谷の美しい自然、海、川、人、それをですね、満喫して、この合宿が成功に終わることを期待したいと思います。頑張ってください。今結果としては最下位っていうピンチな状況でもあるんですけど、ここザッパでいい合宿をしていい結果が報告できるように頑張りたいと思います。応援のほどよろしくお願いします。全日本男子7人制ラグビー、本日セレモニーが行われましたということでね、本当にね、7人制ラグビー、このプロのプレーが生で見ることができますので、5月6日まで皆さん見ることができます。ボールパークに足を運んでください。最後にこちらです。ゴールデンウィーク情報。さあ、読谷村は本当にいろんな場所がありますけども、今日皆様にご紹介するのは長浜ダム。長浜ダムはね、広々とした公園になってましてね、この公園にも鯉のぼりが泳いでますよ。そして地域振興センターにもね、大きな龍、はい、掲げられてますので、ぜひどちらかに足を運んでいただきたいと思います。その他にも家族で楽しめる公園が読谷村にはありますので、ぜひゴールデンウィークご利用いただきたいと思います。とことん読みとん、しっとこ読みたんでは皆さんからの情報も募集してます。ぜひ取り上げてほしい、取材してほしいなという方は、ぜひ読谷にお問い合わせください。以上、とことん読みとん、しっとこ読みたんでした。夕刊 TV。 さあ、ゴールデンウィーク入っておりますけども、気になるのがこの天気でございますよね。ぜひ晴れていただきたいと思います。続いては交通情報です。国道58号レオンカメラから見た大湾交差点向け嘉手納方面への車の流れ、こちら今現在は順調に流れております。同じく国道58号レオンカメラから見た伊良美名木名方面への車の流れ、こちらも順調に流れておりますね。しかし日も暮れ、視界も悪くなってます。今日はちょっとね、雨模様ということで視界も悪くなってます。前との車の車間距離を保ち、スピードを出さず安全運転を心がけてください。続いてラジオでも交通情報をお伝えしてます。ラジオでは平日朝7時30分と夕方5時45分やってますからね、ぜひラジオでも聞いてください。以上、読谷交通情報でした。夕刊 TP みんなのお天気希望、みんなのお天気希望のコーナーです。ゴールデンウィーク真っ只中ね、明日からゴールデンウィークだよという方もいると思いますけどもね、ぜひ晴れていただきたい。今日皆さんにねお届けする天気希望、どなたでしょうかね。こちらご覧ください、どうぞ。こんにちは。こんにちは。お名前教えてください。宮島春人です。宮島春人くん。はい。春人くんが希望する明日の天気は何ですか？太陽かな。太陽。晴れですか？晴れです。なんでですか？晴れ。寒い時は晴れで交代交代ですから。寒い時は交代交代で晴れですから。ということですね。じゃあハルト君の希望は晴れということですね。はい。はい。ではありがとうございます。バイバイ。バイバイ。ね、寒い時は晴れ、ね、暑い時は。また雨ということで交代交代ですから、ハルトくんですから気になるね、天気なんですけども、この後皆さんに天気予報をお伝えしていきましょう。まずは外況です。沖縄本島地方の沿岸の海域では2日夜遅くから波が高まる見込みです。沖縄地方は気圧の谷の影響で曇っており、雨の降っているところがあります。続いて本島中南部の天気です。東の風やや強く曇り、波の高さは2メートルのち 2.5 メートルとなっています。続いて今夜から明日にかけての天気です。今夜は曇り、明日は曇りのち雨の天気となっておりますね。最後に読谷村に今出されている注意報、警報です。警報は出ておりませんが、波浪注意報が出ております。お気をつけください。以上、天気予報をお伝えしました。夕刊 TP、さあゴールデンウィークになっておりますけども、5月の4日木曜日に沖縄タイムス創刊70年プレ企画として、立川談笑さんと立川庄司さんの落語「親子会」が那覇市雲地にありますタイムスビル3階のタイムスホールで行われるそうですよ。5月4日でございます。前売り券は3500円、当日券は4000円となってます。詳しくは沖縄タイムス098-860-3588 098-860-3588 までお問い合わせください。さあ、夕刊 TV 祝日になりますと、番組はお休みとなります。皆様の前に、情報をお届けするのは週明け5月の8日となってますからね、5月の8日ぜひ皆さんまたお会いしたいと思います。お送りしてきました夕刊 TV、本日はまさやでお届けしていきましたけども、ゴールデンウィーク皆さん本当に楽しいゴールデンウィークを過ごして、また月曜日にこの番組でお会いしましょう。お相手はまさやでした。また来週、バイバイ。プレゼンティッドバイウィンズ池原建設。